エンジンの内部洗浄剤としてフューエル1が有名ですが、じゃあ排気管側に詰まったスはどうするつもりですか？触媒にも影響が出るし、排気効率も悪くなっちゃってるし、10万キロを超えてきたタイミングで本格的に清掃するといいですよ。やり方は簡単。エンジンを回して水の循環を促せば。いや汚れ取れてんのはわかるけどリスクありすぎだろ。マフラーの内部洗浄に効果があることは事実。でもこのやり方は冠水車になるって、環境問題ガン無視。いやいや、ここでドバッとアク抜きをしておくとクリーンな排ガスで長く走れるのよ。新車製造よりよっぽどエコ。人類はこういう排ガス源が走り回ってるというイメージに気を取られ、電気自動車とその電力を生み出す際に発生する CO2 を忘れたんだぜ。ゲボ野郎はどっちだ？